はい、こんにちは。今回はですね、再びこの EF400mmF5.6 こちらのレビューの続きですね。一通りやったんですけど、やはりテレコン試したいなと思ってまた購入してしまいました。 1.4 倍のテレコンですね。こちらです。キャノンのエクステンダー 1.4X ですね。これをこちらの EF400mm に装着して、かつメタボーンズですね。はい、こういう感じですね。メタボーンズを装着しての撮影をやってみたいと思います。まあもうすでに確かめてるんで動作は確認してるんですが、まあ、どんな感じになるのかというのをお見せしようと思います。それではやってみましょう。まずは解像度のチェックからやってみましょう。はい、ではいつも通り三脚固定でやってみましょう。こんな感じですね。マニュアルですね。マニュアルでタイマーで撮影していきます。はい、こんな感じでやっていきましょう。はい、では先ほど撮った画像等倍見ていきましょう。まずはカメラの情報からですね、まあ、こちらに書いてありますので、このレンズの部分、右下このレンズの部分ですね、 EF400 5.6 プラス 1.4X ですね。でボディはソニーの α7R3 ですね。はい、そしてこちら画面中央あたりですね、 560mm の F8 です。開放が F8 になります。では見ていきましょう。中央等倍こんな感じですね。まあ、このルートインなんですけど、まあ、撮影距離大体、500m ぐらい先かな、確か。こんな感じですね。まあ、しっかり描写されてますね。はい、では続いて F9、 F9 も十分ですね。はい、そして F10 です。そして F11 ですね。はい、こんな感じでした。はい、では続いて AF の動作やっていこうと思います。こんな感じでスマホとつなげてモニタリングしたものを撮影していきます。ではやってみます。はい、ではやっていきましょう。今 AFS ですね。はい、こんな感じで AFS 大丈夫です。次 AFA、 これも大丈夫ですね。はい、続いて AFC です。
はい、こんな感じで AFC も動きます。はい、こんな感じですね。続いて電車、こんな感じです。まあ、この辺は、まあ、DMF とかこの辺はまあいいかなとは思うんですけどね。一応こんな感じで拡大表示可能です。でもちろん手ブレ補正もできます。はい、こんな感じが AF 動作でした。はい、では AF ちゃんと聞いてたか見てみましょう。まあ適当にシャッター切ってたので、まあ狙って撮ってるってわけではないんですけど、 AF がしっかり追随してたのか、それだけ見ておきましょう。こんな感じですね。しっかりちゃんとフォーカスされてますね。この辺もしっかりフォーカスされてますね。こんな感じですね。たまたまカラスいたんでちょっと撮ってみました。こんな感じです。これ等倍ですね。結構離れた距離にカラスいたんですけど、まあ、こんな感じで AF しっかり決まってますね。はい、こんな感じです。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、分かっていたことなんですけど、十分やっぱり動きますね。 AF もしっかり効くので、まあ、500mm で、まあ、このサイズ感で手持ちでもなんとか撮影できるレンズは、まあ、なかなか少ないんじゃないのかなと思います。まあ、直近でシグマの 500mm が E マウントで出てますので、あれはやっぱりいいなと思うんですけどね。やっぱりポンと買える値段ではないので、まあ、お手軽に超望遠試したいななんていう方はこの EF400mmF5.6 やっぱありなんじゃないのかなと思います。まあ、400mm でも遊べますし、エクステンダー使って560mm も楽しめますし、まあ、このメタボーンズのアダプター経由で α シリーズでも使えますので、まあ、結構汎用性高くなって面白いんじゃないのかなと思います。まあ、そんなわけで今回はこのEF400mm エクステンダー使えるかというのをやってみた感じですね。まあ、AF もしっかり効いてますので、まあ、使える範囲なんじゃないのかなと思うんですけど、まあ、AF の速度とかはやっぱり遅くなるので、まあ、用途によっては合わないなんていう方もいると思うんですけど、まあ、この動画がどなたかの参考になれば幸いです。はい、それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございます。